はい、おぼちゃんです。こんにちは。今日はですね、ちょっと南の方に来まして、矢作川水系ですね。矢作川に注ぐ支流の一つに、上村川っていうのがあるんですけど、まあ、さらにその支流ですね、名前はないです。そこにちょっと来てみました。いやでもね、ちょっとね、いや花崗岩がすげえわちょっとなんかほぼ花崗岩なんで、果たしてちょっとどうなるか分かりませんけど、見てみたいと思います。模様がいいね。もうなんかこういうのを探すしかないねまあちょっと花崗岩だらけなんで、ちょっとなんか若干樹脂感ありますけどね。まあとりあえず行っとこうか多分そんなにないと思うんで。模様が一瞬木かと思った。あ、なんか渋いね。おお、なんだろうこれ。いい感じ。行ってきましょう。おや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 。こりゃまた。ツートンだね。ちょっとまあ形、割合が微妙だけど、おお、くっきり。まあ小ぶりなんで行っときましょう。やっぱこういう島のやつ惹かれるな。裏も洗えば模様出てくるか。おお、ちょっとでかいんだけどな。若干の欠けが、まあ、欠けということでもないか。なんか前も拾ったんだけどねついつい目がいっちゃうな。まあちょっとこれキープで、置いていきます。あー、いいなーこれでかいけど、よいしょ。いいねー、この模様が。あー、結構入ってるね。もうここだけ模様がなんかおしゃれやん。これでかいんだよなちょっと置いとく奥の方がこれ渋いね。これもなんか、いや、なんて形だよこれ。ちょっと形が、いや置いとこう。いや、まあ花崗岩多いわ。繊細な模様だね。あ、なんか細かい模様も。何これ。
あのヨーグルトに入れるお砂糖みたいな。何これ。こんな模様初めて見たな。ちょっと行っときますか。これはこれで、あ、動かん。よし。うお。こういう模様もなんか、要するにこれの、なんだろう、配列が逆みたいな感じ？でも違うかな。結構面白いかも。多分濡らすとこれ余計に際立つんじゃない？思った通りですね。うん、見栄えるわ。まあ持ってきますか。今これ足でちょっと引っ張り出したんだけどさ、わあ重い。なんか模様かっこいいなこれ。いや重いな。これさっきのやつですね。おお。何やこのゴーヤみたい。ゴーヤと言っちゃ失礼か。いやこれでもなんか置いてもいいねこれ。形が、いやーなんか植物みたいなのこれ。なんだこりゃ。ちょっと気持ち悪い感じだけど、これ言っとく？こんなん見たことないからな俺。言っときますか。はい、とりあえずこんな感じですね。ちょっとでかいわやっぱこれ。はい、以上です。それでは、はい、ということでね、今回は、だいぶ明るくなるなこれ色が。まあ、ちょっとね、あの全部は見ません。ほぼほぼあの通りだったんですけど、まあ、今回ちょっとねよく見てみたいと思ったのがまずこれですね。この中に入ってる粒々ですね。まあこれがどういう構造というか名前とかあるのか分かりませんけど、うん、まあちょっと気になったんでね。まああのヨーグルトにかける砂糖みたいな表現しましたけど、他にちょっとねうまいこと表現しようがないんで、そう言わさせてもらいました。よし来た、こいつですね。まあざっと洗ったんですけど、うん、よいしょ、これ重いなこれ。何、密度が高いのかな。これもね、あのまあよく見るとどこだったかな、なんかね、なんかね、まあ、これ光が今黄色いからあれなんですけど、なんかね銀色のねちょこちょこしたもんがね入ってんですよね。金属系のこの光を輝くやつが、これがねなんでしょうね、なんでしょうねって言われても、あれか。これは雲母っぽいね、この黒いのはね。うん。ピントが合わないな。
こんな感じなんですよね。なんかのこの金属パーツがね、この辺あるんですよね。まあ、これこの辺か。まあ、それがこの石のちょっと謎めいた、あ、ずれた、この辺かな。ちょこちょこあるんですよね。ここまで引いちゃうと分かりにくいんだけどね、ちょっと光の感じで。まあでもね、全体的にこれ見ると、多分ね、この白っぽいのはね、なんか石英だと思うんですよね、僕はね。で、黒いの、中の黒いのがちょっと分かんないんだけど、はい。まあね、でかい、でかい割になんかそんなに、いや、ただ重い、こいつほんと重いんだわ。なんだこれ、密度が、なんだろうな、ちょっと待ってね。今測ったらね、5.5 キロありましたね。まあ大体20、まあ俺の手がこれ25あるんで、端から端までね、まあ28センチぐらいかな。まあちょっと重かったですね。はい、こんな感じです。はい、今回は以上です。あまり重量物はちょっとやめとくかな。まあでもね、まあ不思議なこの存在感あって、僕はよいしょ、僕は好きですけどね。なんかこういう得体の知れないよいしょ石は。はい、それではまた。